ほらカホ、ここ、こんなに硬くなってる。中で何を、いや、何をしているのでは。あんたこそ何やってんの。いや、その、カホ、気持ちいい。ここか、ここがいいんか。開けるよ。何の最中。マッサージ中。はこへー。カホ疲れてるみたいだったからさ、母さんにもよくやってあげてたし。残念だったな篠原、お前が扉の外でしてた妄想より健全な。ありがとう奏くん。カホまだ疲れてる。ならば最終兵器だ。スーパー銭湯へ行こう。Make my heart be cool、 恋はきっと未来はカフューチャー、暴れ出した無垢な感情でもがくほどに絡まる謎は不自然なテンション、もっと気持ちに触れたい好奇心、邪魔なだけだろう常識なんて呪いは、そのままの君で僕を抱きしめてよ、君のこと守るから、背伸びだって笑われてもそうさ、永久笑顔とずっとギュッと繋いだデートで離さないでいて、 I'll do it your way、 I'll do it your way、何風呂から入る。待て待て、かなでゴーグルを取れ、ここでは泳ぐな。あと小学生どもトイレには行ったか。行ってないなら行ってこい。子供は風呂の前にトイレ必須。そんなことを言われたからか催してきた。イエーイ、うんこうんこうんこめん。本当小学生男子ってうんこ好きだよね。はぁ、俺ガキじゃねえからうんことか好きじゃないし、だからうんことチョコレート見間違えたりしないし。かなでくん、それ見間違えたことがある人しか言わないセリフだよ。かなで、かなで、バカなこと言ってないでトイレ行くぞ。いいから全員で行くぞ。あの二階堂さん、ごめんね僕らまで来ちゃって。せっかくのデートなのに邪魔を。そっか、これもデートなんですね。お前ってほんと M 気質な。かなでくん、チンポジ半端ねえ。おお、すげえ大股歩きしてんのに全然ずれない。水着パワーすげえ、うん、もしや側転しても。はほずれてない。おお、やった。
全然ずれない。ずれない。あー、いろんなお風呂があるんですね。いかにも小学生が好きそうな。奏くんたち遅いですね。くだらない遊びでもしてんでしょ。私ちょっと見てきます。せっかく来たんだし、やっぱり奏くんと一緒にいたいし。生ケツ、生尻、生お尻、お尻とお尻でお尻つき合い。奏くんどこかな。かなでくん、そない走ったら危ないって親御さんに習わへんかって。あ、すみません、助けていただいてありがとうございます。お嬢ちゃん、名前は。あ、二階堂かほで。惚れたでー。電気が走ったや、これは運命や。おい、何者だ。かなでくん、俺の彼女に手を出すた、いい度胸だ。かなでくん、お前なんだ、やんのか。俺はやらないぞ。男には戦わなきゃならない時がある。どこかで聞いた声やと思ったらかなでやないか。おわいや、わいやで、忘れたんか。なにわのスピードコースター、高橋ジョージやで。あ、兄貴。兄貴ってどういうこと。1年ぶりやな。何があったんや、でかくなりすぎやで。かわね。成長期だよ。そうか。成長期って言葉では片付かないほど大きくなってますが。因果応報、輪廻転生、生き別れの兄弟の再会。コスモの導きだな。おい、かなで。幼稚園から一緒だが、兄がいるなんて聞いてないぞ。その兄貴って何者だ。あ、わいか。やっぱりお兄さんじゃないの。何なのこの関西弁の人、誰なの。いやいや、いとこや。かなでのいとこ、高橋ジョージ。じゃーん。なにわのスピードコースタージョージって呼んでや。俺はトムだ。銀だ。カオヤン。はい。何、そんな呼ばれ方初めて。かなではいいやつやけど、ガキや、小5や、なんで突き落とるん。はえ、ワイにしとき。ワイのが大人やで。ああ、好きなんです、かなでくんのことが。そんなん知らんがな。あの、ジョージさんはおいくつなんですか。え、小6や。やっぱりそうですかって書いてあるもんね。あ、かなでくんいた。なんか人増えてる。兄貴、言っただろ、カホは俺の彼女だ。一人の女に二人の男を、ならあれやな。どれや、それや、これや。もういや、決闘や。準備はいいか兄貴。ええで、水泳帽を取った方が勝者だ。嵐さん、僕ら関係なくないですか。なんで馬に。なんか有無を言わさない感じだったから。ほな、行くで。どうしよう。放っておきましょう。カズ君、その優雅セットどこから出したの。かしこまりました。執事さん、いたんですね。僕の経験から言います。アホに付き合っているととばっちりを食いますよ。私の経験から言おう。こういう時は他人のふりをするに限るぞ。トム、ギン、右へ回れ。了解。かなでくん、久しぶりにジョージさんに会えてテンション上がっちゃったんだね。楽しそう。そう、必殺ヘッドは静かみちゃー。取ったぞ、俺らの勝利だ。なんやと。あ、あ、それ海パンやん、誰のや。あ、伊藤、篠原
コウタのだ。ノーパンノーパンノーパンコウタ、お尻お尻コウタ。ちょっと君たち高校生？違います。じゃあ大学生？まあどっちでもいいけど、ふざけないでくれる？もういい大人なんだから。俺たちはまだ大人ではない。はあ、本当にすいません、すいません、すいません。そういえば兄貴、なんで東京にいんの？わいは旅人、家を捨てたんや。はあ、実はな、パチモンカードをおかんに全部捨てられた。なんだと？そんなことが。母親、それは時としてそういう残酷な行為を平気でやってのける恐ろしい生き物を。兄弟！さすが奏のいとこ、違いの分かる男だな。そっちこそさすが奏の親友やな。和解の証に、みんなで風呂に入ろう。おう！もう仲直りしたのかな。カホ！カホ、こっち来いよ。マスター、いつものチョボランマですね。エベレストだろ。キリマンジャロ。キリマンジャロジャロ。キリマンジャロ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 。暗くなってきたからガキどもは気をつけてな。大丈夫です、枕崎に送らせます。カナデバイバイ。ブタのケーツ。バカが見るな。俺は恐竜風呂がグッときたんだけど、カホは？ダイエットコーラ風呂かな。ちょっとは癒された？うん。奏、あとカホや、話がある。ちょっとええか？ついてきちゃって。だって面白そうじゃん、無視できないよ。いつも盗み聞きしてるやつに言われたくないんだよ。話って何？ワイがおかんにカード全部捨てられて東京来たんは言うたな。うん、けど、この極レアトリプル S カードだけは肌身離さず持っとったんや。それはガイアが輝けとささやくカード。ちょ、それ今パンツの中から持っちゃったんや。それはお前ら何やってんの？あ、タガさん、これをお前にやろう。マジで？やり？待て、ただでやるわけないやろ。なんだよ、金取んのかよ。全財産814円だぞ。カードといえば交換や。あ、じゃあ俺のこのカードとカードとカホヤンを交換や。どうや、悪い話やないやろ。カナデ君、もしかして？断る。はカホは物じゃない。女の子は物扱いしちゃいけないんだ。カナデ君、断ってくれないかもしれないって思っちゃった。ごめんね、ありがとう。どうしよう、嬉しいよ。せやな、奏の言う通りやな。ワイが間違っとった。分かってくれたらいいや。なんで関西弁やね。兄貴のが映った。映るかアホ。なんか友情深まってる。仲良しだな、本当に。もうな、兄貴。なや奏、カードと交換は無理だから考えたんだけどさ、3人で付き合わね。3人か。うん、俺と兄貴とカホチンと。ちょ
っと待って、何？俺と兄貴とカホチにとってなんかラノベのタイトルみたいになってるけど、おかしいよね。仲良しだからってそれ違うよね。俺、兄貴のこともカホのことも大事だから、3人で仲良くできたらいいなと思ってさ。あれ、なんだろう、いつものことなのに、かなでくんがめちゃめちゃなのは初めてじゃないのに。これからは3人でよろしくな。おい、違う、心が痛いそんなのおかしいよ。え、恋人っていうのは3人で付き合ったりしないんだよ。俺は兄貴の気持ちも考えてるんだ。じゃあ私の気持ちは？え、そして奏くんの気持ちは？カホの気持ちは俺のことが好き？そうだよ、私は奏くんが好き。奏くんしか好きじゃない。私は奏くんとジョージさんと3人で仲良く遊びたいわけじゃない。え、遊ばないの？じゃあ何したいの？あれしたいとかこれしたいとかじゃないの。私は奏くんだけの特別になりたいし、奏くんだけを特別にしておきたい。奏くんがどんな変なことをしても子供っぽいことを言ってもいいの。私が奏くんにとって特別なら。でもなんかこれ前から時々思っていたけど、奏くんってやっぱり私のこと好きじゃない？カホ泣いてるの？どっか痛い？心が痛いんだよ。あ、アツシ、前にその女泣かしたっつって俺のこと殴ったな、カナデ。今度はお前が泣かしちゃったな。俺より残酷なやり方で。俺はカホのことをいじめてないぞ。お前がこいつのこと全然好きじゃないからこいつは泣いたんだよ。はあ？そんなんなら本物の大人の俺がもらっちゃうよ。多賀さん、急に何を？おい、横から出てきてなんやねん。誰やお前？お前こそ誰だよ？兄貴は俺のいとこだよ。いくつ？小6や。なるほどね。なっ、何笑っとんねん。年なんかどうでもええ。だいたいもらうってなんやねん。カナでも言うとったやろ、カオヤンは物やないんや。あげたりもらったりできんのや。別に物としてもらうってことじゃない。はい、心ごともらう。ガキにはできない方法で。ワイらにはできない方法でやと。俺はやればできる子だぞ。ワイかてやるときはやる男やで。女知らないくせに言うじゃないか。さっきからうるせえな。言いたいことがあるならはっきり言えよ。うぜえ、とにかくどんな女だな。うざいなら構わなければいいじゃないですか。横からいろいろ言ってるのは多賀さんです。どうせ嫌がらせなんですよね。はあ、さすがに今度は引っかかんないか。多少は学んだか、バカ女。な、今かなでくんと大事な話をしてるんです。大事な話ね。え、かなでくん、お前面白すぎ。小学生に取り合われるとかマジか。そりゃ盗み見したくなるわなあ。みんなほっとけなくて見てるよ。違うんです。何が違うんだ、コウタ。僕は、なんだか、いつも、いつも、いつも、ここの人たちは。女なら知ってるぞ。つえ、くのいちって書くんや。いや、もう嫌。は全然話通じないよ。タカさんは意地悪だし、みんな面白がってるし、かなでくんは何考えてるか本当にわかんないし、一生懸命自分の気持ちを言葉にしたのに伝わらない。どうしたらいいのこれ。
の議題はその前に海パン返して。誰が持ってるの？はいはい、ピンピンとチンコってどう違うの？急になんだ？だっていろんな呼び方があるんだろ。確かおっさんはチンポって言うな。俺のお姉ちゃんは赤ちゃんのおむつ替えるときにおチンチンって言ってた。そんなことより僕の海パン。その理論だと生まれたてはおチンチンで、俺たちのはチンコ、おっさんのはチンポ。海パン発見や。チンコも成長とともに名前変えとったよな。そんな出世魚みたいな。出世魚って何？成長とともに名前を変えていく魚のことだ。代表的なのはブリ。最初はワカシで、イナダ、ワラサ、ブリと大きくなるとともに呼び名が変わる。へえ。ほんならチンコは出世チンコっちゅうところやな。こうか。おお。あ、これチンコのことを棒とか竿とかバットとか言ってるやつ見たことある。なに、どういうこと？カズ独自の進化を遂げたんじゃないのか。おお、独自の進化、かっこいい。そういえば聞いたことがある。確かチンコに関する言葉で勃起というのがあったような。勃起？また新しいの出てきたで。母ちゃんの好きなつまみに勃起貝の刺身ってのがある。なるほど、貝か。違う、独自の進化だ。ということはインコが進化しきったのが勃起だ。だから違うって。それと貝パン。勃起てんでんです。次回の初恋モンスターはキョン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 。次回初恋モンスター振ってフラフラフラホープ。最後はショーでレンレンキョン。シシをバラバラに引き裂いて、思い出も記憶も